こんにちは、ねむりさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、なんとリアルイベントの告知をしていただきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。ということで早速お話ししていきたいと思います。もうずっとね、ファッションショーだったり出演していたものがあったんですけど、コロナで全部中止になっていて、リアルで皆さんとお会いするみたいな機会が全然なかったんですが、今回開催されるイベントは車椅子社交ダンスのイベントでございます。5月の6日の土曜日に開催される第3回チャオカップっていうイベントに出演します。これは皆さん会場に来ていただいて、応援することが可能っていうことでね、先生にお聞きしたので今撮っています。で、チャオカップは私も初めて参加するイベントなのですごく緊張してるんですけど、場所が成城ホールっていう、小田急線の成城学園前駅から歩いて行ける距離にある成城ホールっていうところで行われます。踊る時間がお昼ぐらいということで、イベントの進行具合によって変わってくるんですけど、まあ12時とか1時とか、まあそれぐらいに踊るということで、12時ぐらいに来ていただけたら、まあ、間に合うんじゃないかなっていう風に思います。このね、チャオカップっていうのは障害ダンス応援プロジェクトっていう風にも言われているものだそうです。初めてなので、まあ、どんな感じのイベントなのかみたいなのは全然まだわかんないんですけど、ぜひね、リアルで車椅子の社交ダンスの魅力っていうか、こう踊りをね、見ていただきたいなっていう風に思って告知をさせていただいています。で、私もめちゃくちゃ今練習を頑張っているとこなので、ちょっとずつね、形にはなってるかなと思うので、このイベントに向けて今後もちょっと練習を続けていくという感じなんですが、人前で踊るっていうのはね、まだ慣れてないんだけど、先輩たちもいるので見習って頑張っていきたいなっていう風に思ってます。車椅子社交ダンスも簡単なものじゃなくて奥が深いなっていう風に思っていて、私車椅子社交ダンス自体は始めてから1年ちょっと経つんですけど、まだまだ全然ね、車椅子操作だったり、まあ、音を取るとかリズムに乗るっていうのがなかなかまだまだだなっていう風に思うので、1年経ってどうかみたいなところを、まあ、見てもらえたらいいなっていう風に思います。イベント YouTube も撮影するので、後日動画もアップされるかなと思います。5月6日の土曜日にチャオカップが昼間に行われるんですけど、夜は別のイベントに出演するのですぐ割と移動しちゃうんですね。だからあまりね、皆さんと交流するような時間が取れないかもしれないんですけど、ほんのちょっとだったら話しする時間確保することができるかなと思うので、踊った後とか踊る前とか話しする時間ちょっとだったらできるかなというふうに思っているので、ファッションショーで何回かね、こうリアルでお会いさせていただいた視聴者さんいらっしゃるんですけど、本当に久々のリアルイベントということで、こう皆さんにね、こう直に車椅子社交ダンスを見ていただけたらなというふうに思っています。めっちゃ緊張してるんですけど、社交ダンスなのでがっつりメイクするのでトカーンって感じでやるんですけど、入場料みたいなのは無料になっていますので、まあ、入り口で受付をしていただいて入っていただくという形になっています。会場で私見かけたら声かけていただいて全然いいんですけど、メイクがね、すごい社交ダンスのメイクなので、ちょっとわかりにくいかもしれない。まあ過去にね、社交ダンスの動画アップしてると思うので、バーンみたいな感じのメイクをしていると思います。開催がゴールデンウィークっていうことなので、ゴールデンウィークのね、予定にちょっと組み込んでいただいて、足を運んでいただけたらなっていうふうに思っています。今回初めてのチャオカップ出場なんですけど、とっても楽しみでございます。いろんな車椅子の方だったり、視覚障害をお持ちの方のブラインドダンスっていうね、部門があったりとか、まあ、いろんな障害を持たれた方が出場するイベントみたいで出場しますということで、まあ、今日は告知動画を撮らせていただきました。ぜひね、お友達とかご家族とか皆さん誘って来ていただけたらなというふうに思います。
はい、ということで今日はイベントの告知をしていきました。概要欄の方にもこうイベントの詳細を書かせていただきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。